紹介したいのがテムの商品となっております。はい、こちらですね、まあ、以前も案件紹介させてもらったんですけど、まあ、スーツケースとかを、買ったりとか、まあ、そのショート動画も載ってるので、まあ、おすすめなんですけど、まあ、あのスーツケースがですね、やっぱとにかく使いやすかったということで、今回またですね、スーツケースとかいろんな商品を、買ったので、まあ、ぜひですね、紹介したいなと思います。で、特に今回そのスーツケースをまた買いました。そんなことあるって感じです。これ前よりも一回りぐらい小さい製品ですね。はい。で、今回、この大容量のバッグも買いまして、スーツケースに乗せることで、まあ自分は背負わずに移動できるというような感覚で、今回買ったんですけど、まあ、なんでこのスーツケース買ったかっていうと、まあ、実はですね、これ横にこういう開くタイプになってて、で、ここに靴がですね、しまえるんですよね。この中に、靴、もしくは、まあ、僕の場合だとパソコンとかを入れて移動したりとか、中にウェアとか、ランニングウェアとかを入れたりして、あと地味に嬉しいドリンクホルダーがですね、ここについてたりとか、あと、まあ、買ったレジ袋とかの商品をこの横に入れれるという感じになっております。で、この大きめのバッグもですね、実はこの底が開くようになってまして、で、この底に、こちらもまた、ここですね、シューズ。ここにシューズを入れるというような、使い方もですね、底にシューズ入れて、で、上にたくさんの、ものを入れると。で、背負わずに、これにリュックを入れて移動するという感じになっております。で、これなんでそこまでして、今回買ったかっていうと、まあ、去年1年間そうだったんですけど、まず夏場はですね、移動するだけでリュックとか背負ってると背中汗だくになりません？私はなるんですね。もうレース前なのに汗ダラダラみたいなことが多くて、まあ、できるだけスーツケースとか荷物を背負わずに移動したいなと思ってて、で、特に僕の場合は、それプラスパソコンとか、まあ、もちろんシューズとかもそうですけど、結構重いものを背負うんですね。で、去年は1年間、もうとにかく重いものをこう背負って生活してた結果、めっちゃ体ガチガチになるんですよ。特に上半身がすごいガチガチで、毎回マッサージ行くたびに、足じゃなくて背中やばいねみたいな、首とか背中やばいねって言われるようになってて、まあ、なんでかなと思った結果、まあ、とにかく重いものを持って移動してたから、体、背中に疲労が来てたという結論に至りまして、だから今年1年間、特に夏場はそうなんですけど、まあ、できるだけスーツケースとかで移動した方が、まあ、楽だなと、もう本当に楽だなと思いまして、今回ですね、そんな感じでいきたいなと思っております。で、その、まあ、この スーツケースも、まあ、9000円ぐらいなので、まあ、これだけ多機能で、まあ、この値段っていうのもそうですし、まあ、これだけ大きなバッグも5000円もしないということで、まあ、とにかくテムの製品がすごく安いんですね。で、今回ちょっとそれ以外にもいろいろ買いました。まあ、あとこのサラサラのなんか冷感生地系のタンクトップが3枚組で1800円とかになってるので、まあ最近も結構筋トレとかにもハマってるんですけど、まあそういう時にももちろん使えるという感じになっております。まあ結構服とかもたくさんあるので、まあその辺もちょっと覗いてもらえればなと思います。で、あと商品券がですね、もらえるので、なんかこういう、まあちょっとなかなか普段買わないようなおしゃれなインテリアを買ったりとか、あと家に机がないので、まあこういうですね、机、これで、例えばこういうソファーとかでパソコン編集ができたりとか、このベッドとかで寝ながら編集ができると。いう画期的な商品を買いました。こういう日用品とかも買えるのが結構おすすめですね。これで編集をですね、頑張ってやりたいなと思います。まああと本当に安いので、例えばまあこういうバッグとか、1000円もしないぐらいで、買えたりとか、あと安いので今回ちょっとやってみたかったのが、枕をですね、今回買いまして、体の構造を理解した、枕みたいなのが、まあ2000円もしないぐらいで買えたりとか、あとまあせっかくなのでホテルっぽい枕、1399円で、買うことができました。だから本当に安いので、まあ、なんか当たり外れはあるだろうなと思いながら、まあ、当たればラッキーみたいな感じで今回ですね、ちょっといろいろと試してみました。そしてこのテムがですね、まあさっき言ったようにとにかく安いんですけど、今回なんと1万5000円オフクーポンもらえます。そんなことあります。さらに安くなるということでですね。まあ一応24時間以内に商品を決めてもらえれば安くなりますよということで、まあその割引クーポンであるとか、ぜひ使って、まあさっきのスーツケースとか、まあちょっと値段はやっぱするので、まあそういうちょっと高めの商品ももちろんそうなんですけど、まあこういう小物系の商品とかもたくさんいっぱい買ってもらったりとか、そしてあと嬉しいことにですね、これがもちろん送料無料プラス90日以内は返品可能と
いうことで、まあちょっと商品をこう見てみて、あ、なんかそういえば確かにこれ必要だけど買ってなかったなみたいな商品とか、まあさっきのスーツケースみたいな、なんかあればいいなみたいな、まあそういう商品とかも今回のタイミングでちょっとまあ見てみてもらって、使ってもらえればと思います。で、さっきのスーツケースのまあ大きい版とか、まあ僕が以前買った製品とかは、意外と僕の周りでも使ってる人が多くてですね、まああそこまでいろんな機能ついてあの値段っていうのは、まあなかなかないですし、この前のアメリカとか、あとまあ遠征とか合宿とかでも使ったんですけど、まあ今のところ壊れてもないので、買ってよかったなという商品なので、まあ本当にお勧めできるものとなっております。ということでですね、まあこれからもまた機会があれば、まあこうやっていろんな製品どんどん新しく出てくるので、まずそういう商品があるんだとか、まあその高能上ブランドみたいなそういう理論があるんだとか、なんかそういうのもですね、まあこれから紹介していきたいなと思います。ということで、暑い夏を皆さん一緒に乗り越えましょう。それでは次回の動画もお楽しみに。ではまた。